愛の大学短期大学部はこちらをご覧ください。ここでは青葉丘キャンパス第二看護学科での学びについて紹介されています。ゼロから看護の知識を学び、3年間で看護師の国家資格取得を目指す関西では唯一の男女共学短期大学です。10代を中心に社会人の方も学んでいて、お互いに刺激を受けながら勉強できる環境が魅力です。教育理念のもと、豊かな人間性を育むための多様なプログラムが充実していて、教養科目もしっかりと身につけることができますよ。また、国家試験を受験するための修得単位は97単位ですが、第二看護学科では3年間で101単位も修得するためのカリキュラムを実践しています。さらに注目、第二看護学科の3年間を終えた後、茨城キャンパスにある専攻科に1年間進学すると、看護師と保健師の国家資格をダブルで取得することができるんです。条件を満たせば、4年生大学卒業と同じ学位である看護学の学士まで取得可能ですよ。医療人としての将来の幅がますます広がりますね。また青葉丘キャンパスは交通アクセスが抜群で、最寄り駅から徒歩5分、実習先である関連グループ病院もキャンパスから徒歩5分の場所にあり、チーム医療に重点を置いた実習や指導が受けられるため、効率よく実践が重ねられそうですね。おいしい、安い、がっつりと3拍子揃った学生の強い味方、学生食堂も人気です。季節限定のメニューもあるので、しっかり食べて健康な体で看護師としてのスキルを養ってくださいね。